みんなグラフっていう言葉知ってる？グラフは目で見えるようにすることだよ。今日のポイントはここ。y イコール ax のグラフ。y イコール ax を目で見えるようにすると、実はこうなる。原点を通る。つまりゼロゼロね、原点ゼロゼロを通る直線になる。y イコール ax を目で見えるようにすると、原点を通る直線になる。どういうことだろう？ こんな図があったら、原点ゼロゼロを通る直線。こんな形だね。原点を通る直線になる。これさえ押さえていけば大丈夫。じゃあ問題を見ていこう。じゃあ例題一緒に見ていくよ。y イコール二 x のグラフを図中に書こう。図を見ると。うん、こんな図があるわけね。前回の授業でも出たように、真ん中のここがおへそ。ゼロを表すよ。 じゃあ見ていこう今回は Y 2X こんな式をグラフにするつまり目で見えるようにここにしたいわけね。じゃあどうする式を目で見えるようにするって何していいか分かんないよね全く分かんない。そこでこう考えよう。前回の授業では点を目で見えるようにするのをやったよね。例えば12だったらこれは x=1y=2 表す点で 図にすると、X、が1だから右に1、y、が2だからそう上に2つ進んだこここうして点だったら目で見えるようにできるよねじゃあ点で考えていこう、y、イコールこれがどんな点になるか考えていくと例えば、X、イコール1これ考えよう。イコール1の時 y=2x だから y はどうなる、y、っていうのは x=1 イコール1の時にはここに1を入れて2かける1つまり y は2になるねこの x=1y=2 イコール1 y イコール2点の書き方で言うと前が x 後ろ側だから1になるよねじゃあもう一個点探していこうそうすると x=2 イコール2の時どうなる ?x=2 イコール2の時は y=2x イコール x だから y っていうのは2かける2になるよねつまり2かける2は4。 点で言うと前が、X、後ろが y だから前が、X、後ろが y こうして y イコールとりあえず2つの点は分かったよね。が1の時 y は2、X、が2の時 y は4じゃあ目で見えるようにすると 1y は2はここで、X、が 1y が2じゃあ今度、X、が 2y は4それを点にすると、X、が2だから右に 12y が4だから上に1 2 三四四つ進んでこの点こうして点で考えると徐々にグラフつまり目で見えるようになってきたねもうちょっと考えようマイナスだったらどうだろうかもうこの書き方で書いていくと x がマイナス1のとき y はどうなる2かけるマイナス1だから y はマイナス2 x がマイナス2のときは y は2かけるマイナス2だからマイナスの4ということで うん、また点ででた点出てきね同じように目で見えるようにすると、X、がス1だから左に1、y、がス2だから下に2。ということでこの点そして、X、が −2y はス4だから左に12下に12344つ進んでこう。こうして、y、イコール X を 点で目で見えるようにすると徐々に見えてきたよねこんな感じでただまだ不完全点だけじゃダメなんだよそこでポイント使おう一番初めに見たポイント確認すると Y イコール AX のグラフは実は原点を通る直線になるよつまり図でいうと原点を通るビシッとまっすぐ進む直線になるということはさっきの図に戻ると Y 2X つまり Y この数字の部分が出て X だから Y AX の形だよねこれは原点を通る直線になるから見てみると原点を通ってて直線になるとするとこれらの点をビシッと通るわけねじゃあ今まで打ったこの点実際に直線線で結んでみるとこうなるようん原点を通ってて確かに直線になる 今日のポイントはこれね y イコール ax の形は図にするとグラフにすると原点を通る直線になるこれが答えだよ <music> じゃあ練習見ていこう y イコール x のグラフを図中に書こう図を見るとやっぱりこの図があるわけね真ん中のここが原点ゼロ表すよじゃあ y イコール x グラフつまり目で見えるようにしていこう y イコール x というのはつまりこれ x の前に見えない位置があって y イコール 1x そんな式だったねこれをじゃあ目で見えるようにするとどうなるやっぱりポイントは y イコール ax のグラフだよ見ると原点を通る直線になる y イコール ax のグラフは原点を通る直線になるんだよこのイメージを持つこと大事ねじゃあ問題戻ろう今回は y イコール x つまり y イコール 1x は y イコール ax の形だから図でいうとこういうイメージね原点を通る直線になるこんな形になるよだからまずは図でいうとここね原点ゼロ x ゼロ y ゼロここは必ず通るわけねじゃああとはどんな直線かこうなのかこうなのかこうなのかそれを知るにはどんな点を通るかそれを調べることが重要だよじゃあどんな点を通るか見ていこう。 y イコール x はどんな点を通るんだろう。例えば x が1のとき考えよう。x1 のときには y も1になるよね。つまり11は必ず通る。11は必ず通るね。こうして点いろいろ探していくと、x が2のときには y は2になる。x が3のときには y も3になる。同じように x がマイナス1のときには y はマイナス1になる。 X がス2の時には y をス2になって3も考えよう、X、がス3の時には y はス3になるこうして通る点たくさんあるよねそれを目で見えるようにするとの時は y は2の時には y も3そしてス1の時は y も同じス2の時もそうス3の時もそうということで y=x この式が通る点 点を目で見えるるるようににするとこんな形にな形ねでポイントはここ原点を通る直線になるということはあとはここで出てきた点を結ぼうみんなが持ってる定規を実際のテストの答案ではこういうふうに当てると一つの直線が出てくるねそしてピッと引こうそうするとこんな形で直線が書けるようになるよ。いい !=ax の形は原点を通る直線になるこれがポイントだよ。 今日のポイントね y ax のグラフは原点を通る直線になるこれさえ押さえていけば大丈夫だよ。